はい、こんにちは、レトスノーノです。11月14日ということで、個別指導の値上げまであと1日となりました。16日に変わりますと値段が、えー、高くなっちゃいますので、今日、明日中にぜひ、えー、お申し込みいただければと思います。で、今年の自己採点で35点前後だった方ですね、合格している可能性があるので、なかなかこの時期に申し込みって難しいと思うんですね。なので、もうその方については、 合格発表後2日間だけ安い価格でご提供させていただきますので、まあ、その時にお申し込みいただければと思いますで。そうでない方は試験後の安い価格でのお申し込みできませんので、ぜひ今のタイミングでお申し込みいただければと思います。それでは本日の3問に入っていきます。A は B の代理人として、B 所有の土地について C と売買契約を締結したが、A は無権代理人であった。 このことを C が知っていた場合でも C は B に対し追認をするかどうか格闘すべき旨、採告することができ、B が格闘しないときは B は追認したものとみなされる、丸か罰かという問題ですえ。考えたい方は一度動画をストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。え答えはえ罰です。 まず、問題部の状況としては、B が本人、A は無権代理人、C は相手方という状況です。そして、相手方 C は知っていたと書いてありますね。これ知っていたっていうのはこのことを知っていたってことなので、A が無権代理人であることを知っていたということですね。つまり、悪意だということになります。で、まず、一つ目、頭に入れていただきたいのは、相手方 C が、 善意悪意に関わらず、催告権は持っています。つまり、この相手方 C は、B、本人に対して、追認するかどうか、格闘すべき旨の催告をすることができるんですね、まあ。つまり、追認しますかしませんかっていうふうに、相手方 C が本人 B に対して、尋ねることができるっていうことですね。まあ、尋ねる権利があると。まあ、いうことが、丸一の内容です。で、それに対して、 本人 B が格闘しないとき、つまり答えなかったと、追認するかしないかを答えなかったときどうなるかというと、これは追認拒絶したものとみなされます。従って今回の問題を見ると、追認したものとみなされるって書いてありますね。これは誤りですね。追認したものではなくて、追認を拒絶したものとみなされるんですよ。つまり追認しなかったっていうことになるという話なんですね。したがって本問は誤りとなります。 で問いにですね、えー、取引士、いわゆる宅検士です。が、業務上過失傷害の罪を犯し、10万円の罰金の刑に処せられた場合、当該取引士は、その登録を少女されることはない、ルかツかという問題です。答えは、登録少女されることはありませんので、丸になります。取引士が登録少女されるのは、どんな場合かっていうと、ここの4つのパターンですね。 不正手段によって登録を受けた。もしくは不正手段によって取引証の交付を受けた場合。二つ目が登録の結核自由に該当する場合。三つ目が事務禁止処分自由に該当し、特に上場が重い場合。四つ目が事務禁止処分に違反した場合。この四つなんですね。で、今回の内容っていうのは、業務上過失障害の罪を犯して10万円の罰金の刑に処せられたって書いてありますね。 で、これっていうのは、今話した1から4に該当しないんですね。したがって、登録症状はされません。なので、登録症状されることはないっていうのは、丸になるということなんですね。で、注意していただきたいのは、傷害罪による罰金刑を受けた場合なんですよ。この場合っていうのは、登録症状されます。どれに該当するかというと、この2番ですね。登録の結核自由に該当する場合、これに当たるんですね。 障害罪による罰金刑っていうのは、登録の結核自由に該当してしまいますので、登録少女処分自由に該当すると。つまり、登録の結核自由に該当するから、登録を取り消されますよっていう話です。ここの二つはきっちり対比して頭に入れていただければと思います。引っかかった方は注意してください。途中なんですけれども、ぜひ、グッドボタン、よろしくお願いいたします。グッドボタン、たくさんあると、励みになりますんで、グッドボタンを押していただければ嬉しいです。 では問い3です。市街化区域内に所在する高土地、面積2500平米について、対価の授受を伴わず、賃借権の設定を受けた A は、事後届出を行わなければならない、ルか×かという問題ですね。結論から言うと、事後届出は不要です。なので、答えは誤りになります。届け出が必要な取引の要件っていうのは、土地に関する権利について、対価の授受を伴って、 移転設定するる契約であることこの3つを満たす場合、事後届け出の対象の取引となるんですね。つまり、権利性、対価性、契約性、この3つを全て満たす場合に、届け出対象の取引に該当するということです。で、今回、対価の授受注を伴わない賃借権の設定というのは、2番目の対価性がないんですね。 対価の従事を伴っていないわけなので、この2番を満たしていません。したがって、届出が必要な取引ではないんですね。よって、事後届出の対象の取引じゃないから、事後届出は不要だというふうに答えを導きます。例とえ、市外科区域内で2000平米以上、まあ、今回だったら2500平米ですよね。の土地で届出面積に達していたとしても、そもそも届出対象の取引ではありませんので、事後届出は不要です。 で、これ基本的な問題なんですけども、上記以外の理解の仕方を知らないと、関連問題間違えちゃうんですね。まあ今言った考え方をしてもいいんですけども、ちょっと難しいんですよ。考え方自体が。で、もっと簡単な考え方があるんですね。で、この点については、個別指導でお伝えいたします。そうすれば、関連問題も解けるようになりますので、 で、ここの国土利用計画法の届け出の問題っていうのは、もうどんな引っ掛け問題が出ても解けるようにしていただきたいんですよね。もう得点源なんで、こういったところを一点一点確実に得点できるようにしていくっていうところが、まあ、合格の秘訣になりますので、しっかり理解してえ、本試験で得点できる実力を一緒につけていきましょう。まあはじめにもお伝えした通り、個別指導は値上げまであと1日なので、来年絶対合格したいという方は、ぜひですね、個別指導をご検討いただければと思います。 個別指導については、この動画の下のえ概要欄の方に URL 貼っておきますので、そちらの方からご確認ください。個別指導で一緒に勉強していきましょう。お待ちしております。レトスのオノでした。